あれだお前。なかなか美味しい品ができそうね。ああそう、サンキュー。なんだこいつ、肌髪白。明日の朝が楽しみね。ではごきげんよう。けどお嬢がこの位置で立ってろって言ったから。それは相手を威嚇する時だけとも言ったはずだわ。私の斜め後ろで車に構えてると凄みが良い感じなの。あれはどうしたの、あのゴリゴリボール。どっかに忘れた。信じられない、あれも凄みを出すのに良い塩梅なんだから。ほんとテクノボーね。ごめん遊ばせ、何のお話だったかしら。いや、話って話は全然してなかったけど。お前らもう作る品決まったわけ。まあね、あなたもストック達成は楽勝だな。あなたどっかで見覚えが。なっ、てめえ。ああ、エリナの下についてた子ね。あれ、でも最近見かけなかったよね。あ、そっか、エリナに見限られちゃったの。うるせえ、ぶっ飛ばせ。ごらあー、ごめん遊ばせ。あら、残念、仕込んでおいた材料が底をついてしまいました。こんなにたくさん食べていただけるとは思ってなかったものですから。よし、もう終了してよい。ありがとうございます。お嬢、こんなとこにいたんすか。あら、ちょうどいいところに。私の生い立ちを雪平相馬くんに説明するの。はあ、アリスお嬢はエリナお嬢のいとこで。それはもう言ったわよ。もういいわ、私から話します。私のお父様は私の料理が負けることはありえません。ああ、憎たらしい。エリナはいつもそう。3歳の時私のおもちゃを取り上げたし、4歳の時に焼いてあげたケーキを。まずいって言ったし、忘れもしない。5歳の時には関係ないでしょ、それとこれと。何よ、エリナったらいいじゃないの。今夜くらい遊んでくれても。あなたのいとこが最高得点の予選を通過したのよ。祝うのが義務でしょ。リョウ君もそう思うわよね。俺は別にどっちでも。リョウ君は私の味方してくれなきゃダメじゃない。はあ、すみません。何それ。終わったな、雪平くん。あ、何のり弁って。あれ、なんだよ、知らねえの。お前の弁も後で作ってやろうか。ただ普通ののり弁じゃねえけどな。雪平流進化系のり弁、どうぞお上がりよ。ランチジャーってやつっす。ステンレス製の保温容器でご飯とスープの熱を保つことができるんすよ。日本のお弁当箱は進んでるのね。最近のは半日くらい経っても温かさが持つんだよ。スープを熱々にしてから入れるとご飯の保温力も高まるし。まあ賢いこと。緊張。お父様、私もお父様の研究所に北欧へ行きたいです。今すぐ連れて行ってお願い。最新先鋭、エリナに負けない私だけの武器は。エリナに勝つまで誰にも負けられないのに。勝負に引き分けたってのにまだ格上気取りかよ、スパイス野郎。スパイスしか脳がないワンパターンの料理人、もうてめえの手の内は見えたんだ。次で仕留める。雪平、お前もだ。何してるの、帰るわよ。はあ、ごめん遊ばせ。じゃあお疲れ。急に力抜くんじゃねえよ。